私の一日の食事を紹介します。平日お仕事があるとき健康を意識したご飯を作るのはちょっと大変なので、休日にまとめて作ったり、作り置きに飽きたら普通にご飯作って食べたりとかしてます。朝昼晩っていうよりもランダムに何日かかけて食べたものっていうのを今日は紹介していきます。それで始まります。スタート。
トリュフソースやばい。これはもうダメだ、美味しすぎて。ごちそうさまです。でした。なんかいっぱいですね、リリーさん。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタン押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。